おおほほ。おはようございます。スイングクラブです。今日はバレンタイン、ゼロ。今日のタイトルはもらえないからホワイトデーに向けて頑張ろうです。ということでね、今日はそのホワイトデーに向けたそのキャンプでも作れるキャンプお菓子みたいなのをちょっと作っていきたいと思います。じゃあまずはちょっと一発ね、体にねガチンと勝ち込まないとね。ポカリスエット。カプイ。ペイペイ。しみる、このバレンタインにチョコもらえなかった心にしみる。今日使う材料はこちら、パンケーキを作ってこうチョコレートでコーティングしようっていう感じかな。作っておい、俺はねあの黒いチョコレートね食べれないからね、ホワイトチョコレートなんですよ。だからもしね今からでもこうチョコレートとかお菓子送りたいって方がいたら、ちょっとホワイトチョコレートでお願いします。来年は皆さんどうかホワイトチョコレートでお願いします。お願いします。来年100個目標に炭火クラブ今日から毎日頑張ります。頑張ろう。おう、いくぞ、せーの、おう、おいや。ボウルに卵と牛乳を入れ泡立て器でよく混ぜます。だって逆だったんだ。どんどんさこうキャンプとかけ離れた容器になっていってる。 200ml ってどんくらいだろう。給食の牛乳くらいですね。ストップ。でも割れてるからね。ファイヤー、美味しい。これあまり混ぜない方がふっくらいくんでしょう。マジで結構ドロドロな方がいいんだって。これ明日2月15日に上がると思うんだけど、今日本当に2月14なんだよ。こんなね、こんなとこでさ男2人でなんかパンケーキ作ってんだよ。悲しいな、悲しい、すごい悲しい、ものすごく悲しいよ。うんー、まうまい。もちっと仕上がりそうですね。いやもうこれでいい、これでいい。いいね。うん、燻製がすごい。うま、大好きなんだよねホットケーキミックス。よし作っていきます。まずい、入れすぎた。バカ。やばい。やばい。やばいよ。かけかけのチョコレートを入れる。あ、これ埋めてあげた方がいいかな。ちょっと埋めてあげよう。あ、いいね。埋まった。で、蓋して。繰り返します。よいしょ。まだだと思うんだよな。おお、なんかパンケーキって色してきて、うわ。よし。弱火でね入れてきたらちょっと膨らんでるよね。うん、ほらふっくら、すげえ、ほらプニプニだ。いや、こっち側ね、うわでもすごっ、もうほらふわふわ。これで
いただきますじゃなくてね、もう一個ねまだあるんですよ。こう置いてこのお盛んな炭たちを持ってきます。これだな。よいしょ。お、色づいてきてる。見える？ほら、うわ、いいんじゃない？お、すげえ。プニプニや。よいしょ。あ、ちょっと焦げちゃった。で、急いでこれを伸ばす。いいじゃん。これはやばいね。え、もうちょっとこう熱しながらさ、なんかちょっと不格好になっちゃったけど完成ですさっきまでがでもちょっとピークだった感あるね。今年のバレンタインはね、こうくしくもね0個だったけど、うん、味わいましょう、バレンタインの苦味を。いただきます。じゃあいただきます。うんま、中にもさチョコ入ってんじゃん、だからめっちゃうまい。こんな感じ？あ、チョコが、あ、あ、うん、チョコが溶けて、トロトロ、わかるかな？うん。ほら。ちょっと生だったけど、美味しそう。バレンタイン最高やな。うんうん、ごちそうさまでした。美味しかった。じゃあね、最後まで見てくださってありがとうございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。またね、バイバイ。半分食べなよ。食える半分。食えます。なんかその食えますってなんかさ、俺がめちゃめちゃ強要してる人みたいな。めっちゃ食いたいっす。うまそう。うわ、いいじゃん。やっぱちゃんと火入ってるね。うん、これうまそうだ。この断面すごいね。いや、いい匂い。いただきます。うん。美味しいよね。ふわもち。ね。もちもちやね。うまい。いや、いいね。うまっ。うん、うん、もちもちよね。うん、カロリーどんくらいなんだろう。すごそうだよね。でも、うん、なんかスーパーの菓子パンより少なそうじゃん。すごい。あ、まあ確かにチョコ入ってるからね、中に。うん、うん、どうだろう。まっ、おいしいね。うん、うん、うまい。これはね100点やな。うん、ね、うまっ。うん、うまい。
うん。